おはようございますということで、まあ、おはようございますがもう暗いな。めっちゃ夜です。めっちゃ夜だね。久々にマエチンと飲もうということで、今日ね、なんで飲もうってなったかって言いますと、まあ、ある案件をいただきました。もうプロモーション含む多分ね、書いてあるね、書いてあるけど、案件をいただきましたということで、その報酬を使って美味しいお酒を飲もうということでせっかくならね、一緒に飲みたいじゃん。そうですね、ありがとうございます。だから前チンと飲むのは結構久々か。川崎飲み前もあったけど ね、 い、 そうですね。いつぶりだろう。ちょうどコロナ明けたぐらいでお店が開始始まったから飲みに出たんじゃなかったっけ。あー、そうですね、うん、ちょっとあの出ていいものか悪いものか、国は OK と言ったけど出ていいものかみたいな、そんな状況の中2人で飲んでたから、多分もう1年ぐらいだいぶご無沙汰な感じだと思うんだけど、川崎だいぶ人戻りましたよ。いやー、もういいっすね。で、もちろん今日も何も決めておりません。お店とか食べるジャンルとか何も決めておらず、ちょっとぶらり歩いて、そうですね、その場で、気になるお店取材交渉というか撮影許可をいただきつつお酒を飲んでいこうという感じで。でもね、案件だから本当は紹介しなきゃいけないんだけども、序盤にね紹介したらみんな見ないからあのタイミング見てね、ふわっと紹介しましょう。あんまり先言う人いないんですけど、ライブ事情じゃないですけど、ふわっとね、ふわっとやりましょう。でもさ、この川崎といえばの飲み屋街、はいはい、長見世通りなんだけど、だいぶお店入れ替わってんだよね。そうなんですよね。そう、前だって行ったお店とかないみたいな、全然ある。いや、マジでなくてやっぱ一時期ね、コロナになってだいぶ撤退されたんだけど、また落ち着いたというか、元々の川崎っぽくなってきたんだよ。そしたら今中見世の途中というか終わりというかね、交差点差し掛かりまして、我々の選択肢はここで決まりますよ。右左まっすぐどこに行きましょう。いや、どうしましょうか。まっすぐですかね。まっすぐ行く。まっすぐがなんか一番賑やかなのか。賑やかなところはまっすぐなんだけど、味のあるお店っていうのはどうなんだろうね。まあ、とりあえずまっすぐ行ってみますか。とりあえずまっすぐ行きましょう、うん、最悪戻ることもできますか。このロケのさ、きついところは飲み時間1時間に対して探すのが2時間だったりするじゃんさっとね、今日はもうさっといいお店を見つけて飲みに行きたいんだけど、1階の路面店が全然知らない店ばっかりなってる。変わってますか。だいぶ変わってるし、俺が行ってたお店が潰れてるし、あのコロナになる前めっちゃ来てたんだけど潰れてるわ。川崎が全然知らない街になってるあー、でもなんかめっちゃ腹減る匂いしてるね。いい匂いしますね。俺今日この撮影のためにさ、朝から千切りキャベツしか食ってないの仕上げてきます。すっがっつり食って飲むためにでもこれやると酔っ払うの早いんだよなまあいいじゃないですか、たまには。いいか。ほう、えん、ちょっと気になるね。気になるっすね、うん、なんか看板見る感じ老舗っぽいからね。え、待って、あれ正直こっち側に個人店多かったから、ここら辺で食べようかなと思ったけど、やってねえぞ人が全然いないんですけど。いなくなったっす、ね、今日祝日よ。ですよね、祝日でこんな人いないの。今は誰一人歩いてないです、この道。だってほら、ここの通りとかさ個人店多いんだけど、全部ね看板電気ついてないのよ。めっちゃ暗いっすもんね。僕は好きですよ。俺も好き。ちょっとここ気になるね。お料理、お飲み物、何でもオール300円。もう正直ちょっと多分カットしてるからね、分かんないと思うけど、もう30分ぐらい歩いてまして、一回交渉してこようか。ちょっとお願いしますよ。はい、ちょっと待ってて。おとなしく待ってます、うん、すいません。2人なんですけど、あ、ちなみになんですけど、飲んでる姿とかを YouTube 撮りながら今川崎飲み歩いてまして、はい、お客さんとかあのお店の方とか映らないように自分たちだけで。あ、全然構わない。大丈夫ですか、はい、ありがとうございます。 OK です。マジっすかすいませんということで、無事ですね、撮影許可いただきまして、本日はこちらですね、夕食屋円さんというお店にお邪魔しました。なんか外観見ると300円のメニューが多いみたいで、これドリンクとか見て分かる通り、ほぼ300円。ここら辺の一品物なんかももうほぼ300円。めちゃくちゃ安いね。今日ね全然食ってないんで、ガンガン食っていこう。食いましょう。あ、ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと一杯目今来ましたんで、僕がビールの、前チンはね、ちょっと今日運転がありますので、ウーロン茶ということで。じゃあ一旦、乾杯で。すいません、乾杯。お疲れ様です。ありがとうございます。甘い。グラスもキンキンよ、だって。うまいね。めちゃめちゃいいとこ見つけましたね。いや、
よかった今日歩いて歩いてよかったっす、ね、大正解だったわ。いやマジ大正解っすね。だから毎日はどうする、一応今日飲まないじゃん。そうですね、炭水化物で来たい、それとも普通に一品をいっぱい、そうですね、いろんなもの食べたいなとは思います。 OKOK、 ちょっとお任せします。串物は食べたいですね。でも美味しいものね、はい、OK です。そしたら枝豆一つと、枝豆、はい、はい、すみません生も追加で、生で、はい、すみません、やばいね、ちょっと調子乗って頼みすぎた感もあるね。まあもちろんね、今日も飲んでないし、キャベツしか食べてないからさ。そうですよね。でキンキンに冷えたビールでしょ、しかも俺の大好きなアサヒスーパードライですから。条件整ってますね。もう完璧よ。もう今日このために頑張ったみたいなもんよ。じゃあまあお通しもいただいてますし、2杯目も来ましたけど、一旦吸わない、スペースか、休憩しようぜ。朗報でございます、こちらのエンさんですね、紙電子問わず店内喫煙 OK でございます。いや嬉しいよ、これは嬉しい、これは嬉しいよ。半分ね、このために生きてるでもあるから、そんな一部あるよ。やっぱ人生の楽しみの一つよ、酒とタバコで、うまい飯があったらもう、そうっすね。いや、これを超える絵はないっすね。いやもうこの絵が最高よ。でもいいね、この雰囲気。いやめちゃめちゃいいっすよ、落ち着くわ、なんか落ち着く。しかもまだ時間帯が早いから他のお客さんがいる。そうね、今ちょうど撮影もしやすくてゆったりできる、すごく落ち着いてる。すいません、ありがとうございます。 ありがとうございます。じゃちょっと今枝豆と軟骨から来たんで食べますか。うん、いただきます。いただきます。俺言ってなかったと思うよ、多分。うめえ、枝豆超うまいよ。いつかお酒と合います。プリッと硬い、ちゃんと。あ、プリッと硬いタイプ。あのさ、ふにゃっていう枝豆食うとちょっと俺テンション下がるんだよね。あー、でも分かりますよ。分かるよね。分かりますよ。いや、うまい、硬めのね、ちょうどいい茹で加減、うまい。ちょっと何からいっちゃっていいですか。いい、これいいっすよ。揚げたての揚げ物はうめえ。結構お酒のペースも早いですね。あ、俺運転ないし。今日あと帰るだけだから、終わったら。あ、なんからうまいな。でもこれめっちゃうまい。いい音出しますね。うん、食う、食べていいですか。いや、いただきます。早速毎日いっちゃってください。これね、もうカメラ来るまで待ってくれないというね。ごめんなさい。あ、サクッと美味しい。うまいよね。プリッと美味しい。で、このちょっとブラックペッパー効いてる感じね、うん、うまいっしょ。もう一個いっちゃっていいですか。もう一個いっちゃって。ごめんなさい。全然いっちゃってよ。持たせといて。まあ、うまっ。うまい。めっちゃうまい。でもさ、この前藤丸さん行ったじゃない。そこのコメントにさ、おじさんたちがイチャイチャしてる動画ってのさ、その点についてどう思う。いや、うすうす感じてたとこでは。正直言うたら。感じてた。うん、感じてた。自分でも。見て見ぬふりをしてた。あのね、俺もね、感じてた。まあ、そうだろうなっていう。いつも応援してるよ。本当ですか。してるよ。本当毎日見てるよ。本当ですか。大きい。大きいやつ。大きいやつ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃありがたいね。まさかの。まさかの、あの、店員さんが視聴者さんだった。すごいですね。っていうね。嬉しい。めっちゃ嬉しいな。じゃあ、そしたら、うまそうなのがいっぱい来たんだけど、俺、とりあえずさ、めっちゃ気になるのはこれ、アジのなめろうのフライだって。へぇ、食ったことなくね。食ったことないです。これっすよ、はい、めっちゃうまそうじゃね。うまそう。うわ、めちゃくちゃいい匂いするな。うわ、ほら、めっちゃうまい。うまいっすか。なんかね、表面は火入ってるからアジフライなのよ。でも中心はなめろう、生なの。なるほどですね。これすげえうまい。うまっ。うまそう。じゃあ棒餃子いってみようか。これちょっと、これ棒餃子もね、こんな感じ。
おー、うまっ。揚げ棒餃子だ、うまっ。いい顔しますね、またいや、もちろんさ、今のご時世さ、こうダイエットとか節制とかでさ、まあいろいろこう野菜だったりとか胸肉流行ってますよ、はい、でも結局ね、一番うまいのは脂質糖質で茶色、これ茶色ね、これに尽きる。茶色僕も大好物ですから。お料理好きじゃん、むしろ。そうなんですよ。でもちょっと唐揚げいっちゃおう。音が、いただきました、グッド。うまっ。ただ、熱っ。めちゃくちゃ熱い。待ちもこう。いっちゃいましょうか。じゃあ、置いちゃいますね。でも、確信したわ。ここのお店、揚げ物全部うまいと思う。うん、やっぱ川崎って幸せ多いよな。飲みに行ってさ、ここいいなってお店が多いんだよね。うん、確かに毎回美味しいですよ。うん、そしたらこの辺りで本日の案件のご紹介ということで、ベイプでございます。かっこいい、中二心をくすぐるというか。そうなんですよ。で、一応このベイプなんですけど、使い捨てタイプになってまして、だいたいね、普通の使い捨てベイプで持ち運びの C 社なんかっていうのはだいたい300回から1000回ぐらいしか吸えないのが多いんですけど、そうですね、こっちで7000回以上吸えるらしいんだよね。えー、くで、一応紙タバコに換算すると30箱以上、まあ今600円ぐらいだから368、1万8000分ぐらいってことか、1個で。通常のベイプですと中のバッテリーが切れることがあって、全部その吸い切れないことがあるらしいんですけど、はいはい、充電のタイプ C かな。あ、そうですね、うん、あるのよ。だからこれ中のリキッドが余ってる間は、まあ、全部吸い切れるっていう、そんな感じでして、種類もめっちゃあったな。お、すごい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 、すごいよねこれ。で、正直俺何個か使い捨てのベイプやったことあるけど、今まで試したやつの中でも一番煙多いかも、うん、でしかも俺ベイプやめた理由っていうのが液漏れなんよ。ああ、あるあるっすよね。ポッケの中すっげえ余ったる匂いするんだけど、うんうんうん、これ液漏れないんで、そういうのでね、あの断念したよって方はだいぶ吸いやすいと思います。めちゃめちゃいい匂いするんですけど、何の味なんですか。これはシャインマスカットみたいな。で、その他にもキャラメルポップコーンとかバニラとかストロベリー、まあ本当にお好みで買っていただければと思います。そのあたりはもう概要欄に記載しておきますんで、気になった方は見てくださいということで、もうあとはもうご飯を楽しむ。あとはもう完全にご飯を楽しむ。なんか割引クーポンとか見ます。割引クーポンもあんの。12月24日まで割引クーポン 20% オフ。まあまあ別に買わなくてもいいから、うん、気になった方はね、一回ページ見ていただけたらと思います、ね、じゃあ第2陣も来ましたよ。と、俺もやし食っていい、これもやしにら炒め。うまっ。あ、うまっ。ちょっとラー油。あ、ラー油ね。お酢も入ってるのかな。酸味もあるし、香りがラー油ですね、めちゃめちゃ、うん、お、ありがとうございます。おぉ、わ、すごい、いい、美味しそう。10本盛り来たよ。これ盛り合わせはさ、おそらく2本ずつとかじゃなくて全部1種類ずつだから、お互いがさ、食べたいのとりあえず1番って言わない。喧嘩っすか、じゃあ。最悪かぶったら喧嘩だね。好みないで言われたら嫌だな。僕でも結構好きなのあるんですよ。じゃ行くよ、せーの、うずら。あ、喧嘩だ。え、一番好きなのうずらっすもんね。じゃあいいよ、俺はじゃあキス、キスが長く食うよ、こっち譲ろう、後で短編頼むわ。いただきます、これ、はい、これなんかキスかな。うま、すっごいサクサク。もう、ごめん、2巡目いろいろ取ったりとか食リポしたいよ。したいけど、毎日にも食ってほしいから、もうカメラ置こう。あ、置きました。一緒に食べよう。
行こうぜ。いいんですか、うずら。うずら行きなよ。まあいいよ、あげるよ。全部食べます。おいしい。うまいよね。衣もうまくない？うまい。パン粉がめっちゃうまいと思うんだよな。でも全品さ、基本ベース300円ぐらいでこんだけうまいのすごない？すごい。うまい。安すぎるよね、うん、せっかくね、秋なんで、銀なんで。まあまだし巻き行きたいですよね。全然手つけてくれないから食べれないんですけど。俺から行かなきゃダメなの？じゃあだし巻き行きます。だし巻きですね。うん、いいね。あ、もう間違いないでしょう、ね、あのちょっと甘めのお砂糖入ってて、じゅわっとこう噛んだ時にだしあふれる感じ。いただきます。うまい。でももう料理頼んでないもんね。もう頼んでないか。なんか行きます？炭水化物食べる最後締め。あ、そうですね。そろそろなくなるから何が食いたい？とりあえず1個選んでよ。はい、俺も1個選ぶわ。じゃあうちの前田が注文したこれね、牛すじ丼。牛すじ丼、うわうまそうだな。でもめちゃくちゃうまそうじゃん。お味いかが？あ、うまい顔してんな。めっちゃ味染み込んでる。うまい？うまちょっとピリ辛な感じなんですけど、でもそれが美味しいですね、合ってて。あー、食ったことないな、こそういう辛い牛すじ。うまっ。ちょっと俺も一口もらっていいですか？うん、うまいな。うわ、うまこれ。なにこれ、ちょっと食いすぎじゃないですか？あ、ごめんごめん。なるほどね、主食もめちゃくちゃうまいわ、うん、来た、俺のチャーハン。はい、ありがとうございます。はい、うわ、すっげえ匂いする。絶対うまいでしょ、こんなの。うまっ。でも商品名は高菜チャーハンだけど、これ高菜はこの細かいやつで、どっちかっていうとザーサイが強いね。結構大ぶりでさ、大判で。いいね。いいじゃん。いいじゃん。うめえぞ。ということで、久々に今日はマエチンと川崎飲みしてきました。いや、もう正直あのホロヨなので、あんまりエンディングまともに喋れるかどうか不安なんですけれども、こちらのエンさんですね、料理本当に各種美味しいですし、それに見合わないぐらい値段が安すぎると。ちょっとね、歩いてよかったね。よかったっすね。本当にいい店見つけたよ。まあまだまだですね、川崎といっても駅ちょっと離れた路地裏なんかには美味しい魅力的な老舗っていうのかな、そういったお店も多数ありますので、今後もですね、ちょっと前陣と一緒に川崎のね、このいいお店ちょっとツアー的な感じで見つけていければと思います。でね、コメントの方でもありがたいことに、川崎地元でそこ行ってたよみたいなコメントをね、川崎で飲むとよくいただくので、もしですね、今川崎に住んでる方、もしくはもともと川崎に住んでた方、自分がね通ってたお店、いいお店ここにあるよってのがあればね、ぜひコメントの方に書いていただけると嬉しいです。はい、ということで今日はこんな感じかな。そうですね、もう酔っ払ってるから俺はエンディングは撮りたくないので、ここで動画をやめたいと思います。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。